コーンズモータースマーケティングチームの玉置です。本日はコーンズモータース年に一度の祭典コーンズデーです。お客様に車って本当に楽しいと思っていただけるようなイベント盛りだくさんでご紹介します。サーキット走行経験者が自由に走るスポーツ走行、先導車のリードでサーキットを走るアクティブ走行、定員まで同乗可能でサーキットを走るファミリー走行、アクティブ走行を体験後スポーツ走行ができるアクティブプラススポーツ走行を主としてお客様に楽しんでいただくイベントです。今日は皆さんに楽しんでいただくために熱気球を用意しました。上昇1分、飛行観覧3分、下降1分、計5分間のアクティビティです。20メートルの高さまで上昇します。それでは早速乗ってみましょう。お客様たちの美しい車が見えます。こちらのアクティビティの最中もお客様がファミリー走行、スポーツ走行などをお楽しみになるので、富士スピードウェイらしいロケーションを楽しんでいただけるでしょう。ただいま熱気球いち早く体験してまいりました。そうですね、イメージとしては景色はまるで自分がドローンの上に乗っているような感覚でした。上昇をしていくと富士のホームストレートやフルブレーキングのポイントから反対側のダンロップコーナーまで全てを見渡すことができました。今からお乗りになるお客様たちは走行している車たちを見ながら景色も同時に楽しめると思います。今回のイベントからお子様も楽しんでいただけるアクティビティの一つとしてこのようなものを制作しました。カラフルな缶バッジです。こちらの缶バッジをお客様に5枚ずつお配りします。すべてのお子様がさまざまなカラーリングの缶バッジを所有していて、お子様同士でトレードをしてコンプリートできるようにしてみました。モータースポーツを楽しむのが大人だけなんてずるいと思いませんか。我々はお子様にモータースポーツスピリットを育んでいただくためにこのようなコースを制作しました。今日のマシンはこちらです。コットンキャンディです。ありがとうございます。頂戴いたします。あ、味もいいですね。今年はランボルギーニの60周年です。記念すべき年を祝うために象徴的な新旧のカウンタックを展示しました。またさまざまなモデルのランボルギーニもこのブースでは見ていただくことができます。こちらはカウンタックアニバーサリーです。このデザイン実はオラチオ・パガーニがデザインしたものって皆様ご存知でしたか。またカウンタックってクンタして発音するんですけれども、驚いたっていう意味なんです。この驚きのデザインは今もランボルギーニに継承されていると思います。歴代のランボルギーニたちと一緒にお楽しみください。とうとうこちらも皆様にお見せすることができます。 LP800 新型カウンタックです。このタイプは世界限定122台の車両です。0から100キロまでの加速は2.8 秒のまさにハイパーマシンです。文化的にも大変影響力のあるカウンタックの新型モデルとあってとても話題性のある車両です。こちらは LP5502 です。ランボルギーニの限定的なレーシングストライプやシートにも同じようにストライプが施されています。こちらは LP550 で肉のタイプです。レーシングストライプがボディとシートにも描かれています。こちらは LP640 です。とても珍しいのは
マニュアルミッションになっています。12気筒の640馬力一気のパワーを余すことなくマニュアルで操作することができます。こちらはウルス S です。最近発表されたばかりの新型車です。フロントマスクのデザインが変更されています。こちらはランボルギーニウラカン STO です。 STO というのはスーパートロフェオオモロガータという意味で、オモロガータはホモロゲーション、つまり公認仕様という意味です。レーシングカーのような性能を誇りながらもナンバープレートもついて一般公道を走っていただけます。今日はフルスロットルにも参加するので素晴らしい走りをお楽しみいただくことができるでしょう。こちらはアベンタドール SVJ です。 SVJ はスーパーベローチェイオタという意味です。このアベンタドールはランボルギーニエアロダイナミカアクティーバが採用されていて、空力が初期の LP700 に比べて格段に向上したモデルです。こちらはシアンロードスターです。このシアンロードスターは世界限定19台の大変希少なモデルです。屋根がありません。取り付けるパーツもないんです。この素晴らしいデザインをご来場された皆様にお楽しみいただきたいと思います。こちらはディアブロ VT の後期型です。こちらもムルシエラーゴ同様にマニュアルで楽しむことができます。このヘッドライト、実は日産のフェアレディ Z のヘッドライトだって皆さんご存知でしたか？実際に見ていただけると嬉しいです。こちらで修理をすると事故車かどうか判別することができなくなる、まことしやかに語られる都市伝説があります。ボディ補修のスペシャリスト、横浜ボディショップです。今日はその実力を実演にて披露する場を設けました。ファインラボのセラミックコーティング、スプレータイプのウィンドウプロテクションをご紹介します。ありがとうございます。南森町のあのカレーが食べれるということで今日はやってまいりました。はい、行くから行っちゃおう。すごいいい香りです。あ、うまい。あ、うん、辛さは痛い辛さというよりは美味しい深みのある辛さです。 ありがとうございます。お伝えしたい、辛いだけだと何が何だか分かんなくなっちゃうけど、はい、そういう悪意のある辛さではない、うん、こちらのイベントラウンジでは8台の車と軽食、出店ブースでお客様におくつろぎいただきます。これらの車は展示してあるだけではなくて実際にご購入の相談を受け付けている車たちです。ぜひ納期やお見積もり、残価設定、ローンなど営業マンとご相談いただければと思います。それではブースを見ていきましょう。ボンジョーコンスデー、フランスの子供服ブランドジャカディが出展しています。いつの時代も子どもたちが最も輝く瞬間を彩りたいという思いを胸にコーンズデーに来てくれました。吟味された素材、美しいシルエット、こだわりのデザイン、手作業による刺繍に至るまで、ジャカディのコレクションには快適な着心地や機能性はもちろん、スタイルへの心配りが細部に宿っています。そんなフランスが誇る仕立ての職人技は創業以来変わることのないジャカディの伝統です。こちらのブースではポルシェライフスタイルを取り扱っています。お客様の日常生活で使っていただけるようなもの、趣味で使っていただけるようなもの、お子様と楽しめるようなアイテムがあります。例えばこちらのライムグリーンの73カレラ、大人も欲しくなるようなアイテムですね。こちらの体感は RC カーなので
よりリアルな仕上げになっています。今日はたくさんのお客様にご来店いただきました。こちらはコーンズモーメントのブースです。コーンズモータースは車って本当に楽しいと思っていただけるようなイベントをたくさん企画しています。これまでのイベントのショートムービーなどを流しながらお客様に活動をしていただきたいと思います。実は私もこちらのチームの一人でお客様と一緒に旅をしてきました。お客様が心から笑顔になるようなモーメントをたくさん見てきました。皆様のご参加心待ちにしております。こちらはコーンズモータース公式アプリコネコのブースです。コーンズモータースで車検整備をしていただいたお客様、中古車、新車を購入申し込みをしていただいたお客様にアカウント発行が可能です。本日はコーンズモータースでコネコを担当していただいているコネコ兄さんとコネコ姉さんにお越しいただいているので、お話を聞いていこうと思います。コネコ兄さん、おはようございます。おはようございます。少しインタビューのお時間をいただいてもよろしいですか。コネコはどんなことができるアプリでしょうか。はい、オーナー限定様で、ご利用できまして、コーンズモータースから車って楽しいっていういろんな情報を発信していくようなアプリになっております。で、例えば、中古車に関して言いますと、あそこに展示してありますけども、希少な限定車の先行申し込みであったり、あとは特別価格でのご提案みたいなことも、カーセンサーやグーネットよりもいち早くお届けするということが、できるアプリになっております。ありがとうございます。コネコ姉さん、おはようございます。おはようございます。コネコの楽しめるポイントについて教えてください。はい、オーナーズコレクションというものがございまして、そちらに写真投稿していただきますと、皆様に見ていただくことができるんですけれども、オファー機能というものがありまして、そちらからかっこいい写真撮っていただくと、他のお客様が欲しいと思うとオファーをしてくれますので、もしかしたら高値で車が売れるチャンスがあるかもしれませんので、ぜひ写真投稿してください。ありがとうございます。ザ・曲がり川クラブをご紹介します。世界でも類を見ないスケールで開発が進められている本ドライビングコースは間もなく開業を迎えます。こちらは 800m のホームストレートです。国内でもかなりの長さを誇るストレートです。ここはフルブレーキングで進入してください。タコツボコーナーです。これだけのスプーンカーブは世界でも類を見ないものだと思います。高低差 80m、22個のコーナーをクリアしていきます。このうなるようなアンジュレーション、またヘルマン・ティルケのデザインしたこのサーキットは全てのコーナーにおいて安全領域を確保しています。1分37秒、このタイムは果たして今日何位になるのでしょうか。今の1分37秒は現時点一体何位なんでしょうか。何位ですか。声だけ。世の中には化け物が多いっていうことが分かりました。事前抽選をしたお客様はこちらにお越しいただき、試乗をお楽しみいただくことが可能です。ロールスロイス、ベントレー、フェラーリ、ポルシェとお楽しみいただくことができます。こちらにある車がロールスロイスの試乗車です。こちらはロールスロイスの試乗コースです。パイロンを並べておおよそ1キロぐらいのコースをレイアウトしました。スラロームであったり急発進、急ブレーキなどをお確かめいただけます。最近スパイダーモデルも発表されたローマです。こちらには3台の 296GTB をご用意しました。この印象的なペイントはアセットフィロラノの証です。から911と718と体感です。いずれもベースグレードになっています。ポルシェの情熱的な走りをたくさんのお客様にお試しいただきました。こちらがベントレーの試乗コースです。パイロンを並べてコーナリングを重ねていただくようなステージになっています。ベントレーのドライバーズカーとしてのポテンシャルを確認していただきます。コーンズデー2023、無事に事故なく全ての走行プログラムを終えることができました。私も会場を回っていて、お客様が最高の笑顔の様子が見れてとても幸せです。コーンズモータースはこれからもこのようにお客様に楽しんでいただけるようなイベントを
たくさん開催していきますので、ぜひ皆様もご参加いただけると嬉しいです。イベントの最新情報はオーナー様限定アプリコネコへ、また公式ホームページにも情報を公開しております。ご視聴ありがとうございました。